コバギボウシは、リュウゼツラン赤ギボウシ族の多年層。競技には、前景の HC ボールディの品種バリエーション C ボールディ F スパサラタを指す。ギボシは、橋の欄干につける装飾品のことであり、花のつぼみの形がギボシに似ていることに由来するという説のほか、ボウズに似ているという説がある。北海道、本州、四国、九州までの広い地域に分布し、 日当たりの良い湿った草原や湿原に自生する。花径の高さは30から50センチメートルくらいになる。葉は根小葉、形は長大円形、皮心型で、葉の長さは10から20センチメートル、幅は4から8センチメートルくらいになり、傭兵がつく。花期は7から9月で、ロート型の濃い紫色から、泡紫色の花をやや下向きにつけ、頭部に、 透明な線が入る。果軸につくつぼみが、下部から上部へと開花していく。大バギ帽子に比べると全体に小さい。米倉康二、梶田カジタタダシ、BG プランツ和名学名インデックス検索後、ホスタシーボール D、ヒット数、21件化の配列、セット A。2015年10月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年10月10日閲覧。 ありがとうございます。